今日は夏とケイトとブランで体幹のエクササイズを行っていきたいと思います。デスクワークでこのような背中が丸くなっている方はいませんか？まずこの姿勢を正していきたいと思います。まずお腹のドローインというエクササイズを行っていきたいと思います。それではドローインのエクササイズをやっていきます。まずしっかり腹式呼吸、お腹で大きく息を吸って口をすぼめながらゆっくりと息を吐いていきましょう。その時お腹側の圧力、腹圧をしっかりと高めた状態でお腹から背中の方に圧を高めていきます。この時自分で両手でお腹の横っ腹をしっかり押さえた状態を維持してそれをキープするようにしてみてください。それでは呼吸に合わせてゆっくりと息を吐きながら3秒から5秒間キープしてみましょう。その間腹圧はしっかりと高めた状態でドローイン、お腹をへこましていきます。キープして疲れが見え始めたら一度力を抜いてみてください。これをしっかりと10回から20回繰り返すように意識してやっていきましょう。それでは腹圧をしっかりと高めた状態が作れたと思います。その次に腸腰筋のエクササイズを行っていきたいと思います。まず左足を床から少し離すぐらい足を上げてみましょう。その時骨盤が後傾することなくしっかりとキープしたポジションを意識します。反対、右足を上げていきましょう。この時も骨盤が傾くことなくしっかりとしたキープしたポジションを保つようにしましょう。これを1秒キープを繰り返していきます。だんだんきつくなってきたらゆっくりな動作でいいので慌てずしっかりと行うようにしましょう。では先ほどの腸腰筋のエクササイズが10回から20回しっかりとできるようになりましたら、リバーレの選手のようにこのように足にチューブをかけて負荷を高めていきましょう。このようにゆっくりとしたスピードから徐々にスピードを上げていきましょう。チューブの負荷がなくても自分の足の重みだけでしっかりと引き上げるように練習することも大事です。股関節の前がしっかりと疲労感が出るようになったら休憩をいたしましょう。では先ほどの腸腰筋のエクササイズが終わりましたらしっかりと腸腰筋のストレッチも行いましょう。股関節の前をしっかり伸ばすようにゆっくり呼吸に合わせてしっかり伸ばしましょう。この時腰が反らないように姿勢が丸くならないように注意しましょう。ぜひデスクワークの椅子を利用して支えるようにしてやってみてください。